信じて前に進むだけだ。僕らの大事な仲間を、みゆきを返せ。どう戦うべきか。
絶対に助けてみせる。それが今日まで抱き続けてきた私の思いだ。頼むぞガブモン。おう、任せろ。ミユキ、今度こそ私は君のために力を尽くす。ちょっといいかレナモン、お前昔の自分のことを覚えてるよな。何が言いたい。ミユキの前だからってもう秋春の真似はしなくてもいいんだぜ。私たちはこれから本当の姉さんを取り戻すんだ。ならば君も自分を偽る必要はない。これからは一方的に姉さんの心を守るのではなく対等の関係に戻るんだ。この戦いはそのためにある。そうか、そうだった。ミユキよ、大切な私の半身を取り戻そう。そうそう、そう来なくちゃ。さ、早く行こうぜ。行こう。俺が受けて立つ。彼女なくして脱出なし。僕らは絶対に仲間を見捨てない。ロプモン、行くぞ。絶対にミユキ君を助け出す。行くわよ。私が戦う。混合艦だろ。はあ。どう戦うべきか。行くわよ。混合艦マンダラ。どう戦うべきか。
を合わせる。行くわよ。どう戦うべきか。最善手。この時は。行くわよ。
勝ったよ、姉さん。姉さんを奴の呪縛から解き放てた。姉さん、しっかり。姉さん、姉さん。春なのね。大きくなってごめんね、迷惑かけて。うん、いいんだ。再び会えるだけで十分なんだから。ようやく助けることができた。姉さん、お姉ちゃん。春ってば、みんなここまで来てくれたのね。みゆき、無事でよかった。たくまさん、みんな、お願い、主を、ハルチカを助けて。助けて、どういうことなんだ、みゆき。だってあいつは、みゆきをひどい目に。確かに主は生贄にされた恨みを抱いている。でもそれだけじゃない。彼は、ハルチカは誤解してるの。あの人は見捨てられたわけじゃ。ハルチカ殿本人から聞いた方がよろしいでしょう。あなたたち、何か知ってるんですか。その答えは我らの口から語るわけにはいきません。ですが、すぐにあなた方も知るでしょう。知るとは一体。教授、みんな、消えた。どうして。始まった。彼が呼んでいます。いよいよね、たくまさん。行きましょう、ハルチカを止めに。みゆき、行くってどこに。一体彼の誤解って。ここは。たくまさん、みゆき、それにみんな、無事だったんだ、よかった。ここは一体。ここは死生獣が封印を施した主の居場所よ。ここが。それで主は。何が違うというのか。こっちを見てる。ああ、姉さんと私をな。まさかこれが、これが主。みゆき、秋春、何の違いがある。何時の兄弟は再び愛まみえたが、我が姉は未だ我が元に来ぬではないか。同じ水瀬家の血脈を継いだものだというのに。同じ。主は何を言ってるんだ。主に捧げられ、今や意識の中核となっている水瀬春近。彼は私たちの遠い祖先。みゆきたちのご先祖様。そうか、これで全てがつながった。だからこいつは姉さんを必要に。ええ。なぜ恨まん、なぜ。長き時見捨てられて、それでなぜ。
人を世を恨まぬ。捨てられていないから。私は捨てられてなんかいない。これは自分で選んだことよ。私は助けたの。自分を犠牲にして、あの時幼かった弟を。そして弟は助かって、こんなに立派な大人になった。姉さん。だから恨むはずがないでしょ。そうだ、秋春はずっとみゆきのことを思っていた。記憶が薄れるほど長い時を過ごしても、みゆきを助けるという信念だけは抱き続けていたんだ。みゆきだってずっと戦ってきたんだ。お前に魂の半分を奪われても決して諦めなかった。絶望しなかった。みゆきはお前とは違う。お前みたいな臆病者とはな。黙れ黙れ。それにあなたも捨てられてなんかいない。わからぬ、わからぬ。何じら、何を言うておるのだ。そろそろ始まる。ああ、最後の戦いの始まりだ。私も手伝う。みゆき、無理をしなくていい。そうだよ、君を守らないと僕たちは永遠に帰れない。なら、エナモン、ハル、そしてタクマさん、みんなに私の命を預ける。信頼してるからね。何のきっかけを得ようと尽きぬ。開墾、スタン、噴霧。みゆき、再び汝を飲み込み、今度こそ彼岸の世界を渡ろうぞ。世界の断り。行くぞ。消し積みにしてやろう。
がいい。ラルワ、お願い、彼を捕まえてて。主が悲鳴を、みゆきの歌が奴に聞いてる。今よ、タクマさん。次はないと知れ。
ないと知れ。どう戦うべきか。手伝って仲間だ。やはりつまらぬ。